ウマニラな。ニラニラ完成ニラ。おお、ベロリニラ。うまいニラっきょ。あ、出た。みなさん、こんにちは。江藤ニラオです。こんにちは、江藤ニラコです。さあ、今日もこのニラ醤油を使った料理をいつもやってるんだけど、今日はありがとう。そう、このね、マス元鍋っていうのを辛麺屋マス元のインスタで発見したニラよ。ああ、そうなんだ。で、たまたまこれを見たらこれがちょっと美味しそうニラで、ちょっとで、これがマス元の美味しい辛麺の秘伝のスープをベースにまろやかな味に仕上げたニラよ。なるほど。なので今日はこの辛麺屋マス元のマス元鍋を作ってもらいます。ママよろしくね。頑張れニラ。レッツクッキング。どんな色かが楽しみだな。あ、でも、甘そう。唐辛子が結構入ってる、ね、あー、これ辛うまニラな。子供はちょっとまだね、小学生ぐらいかもしれないけど、でも、なんかもううまそうニラよ、これ、うん、ママ好き。大人は最高。ほら、今回は鍋が2つニラ、一人鍋を2つ用意したニラが、うん、夜の寝室も別ならば、鍋も別ニラ。ママは一緒でもいいニラ。これパパが買ってきた具材ニラ、あの裏に書いてある通りのちゃんとキャベツって書いてあったニラよ。白菜じゃなくてキャベツ、キノコ類とかお豆腐とか、うんうん、あともちろんニラ、ニラな、うん、白菜でも美味しいと思うけどね、どっちでもいいと思う。キャベツが美味しそうだったニラから。鍋の元にはもつがおすすめと書いてあったニラけど、あ、なるほど、美味しそうだね、もつもまそうニラけど、今回は豚バラ肉にしてみたニラ買ってくるの、うん、もつあんまり売ってない、ね、で最後はやっぱりニラニラ。いや、うまそう、うまそうニラ。マス元鍋の完成ニラ。やったー。じゃ、ママありがとうね。よし、じゃあ食べようニラ。はい、あ、そうね、あえて豚肉にしたニラ、いただきます。おう、うまい、出ました。お、意外と辛さは大丈夫ニラ。いや、辛い、辛いニラ。おお、お肉豪華にといきたいニラ。いただくニラ。おー、うわ、うまニラな。程よい辛さニラ、もつ鍋のだしっぽいニラな。うま醤油な感じ、辛いバージョン。ニラニラ、うん、うまニラ。ニラパワーがガッツンニラ、元気出るニラ、ね、あ、疲れてなかった。ヤバニラ。もともとあの辛麺のあの出汁スープが好きだから、それをまろやかにしてくれてるお鍋なので、美味しくないわけないニラよ。あー、最高ニラ。パパ、ネギも入れた。あー、辛い。ビールが進むニラ。ママの味変は必然のニラ醤油入れてみます。茎たっぷりのやつね、はい、これをいくニラか。これまたね、芯、さっき芯入ってなかったから。あ、そっか、うん、食感もまた変わってくるニラか。こんな感じ、うん、いいニラ、いいニラ。あ、あれ、辛さがなくなっちゃう感じがする。お、優しい醤油があることによって、あ、美味しい。ってことは、うまっ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 。出ました。こんな味変するとは思わなかった。あんまり味変わらないのかなと思ったら、めっちゃ変わる、マイルドになる感じ。なるほどね、うん、発見ニラ。いただくニラ。確かニラ、辛さが抑えるというよりも、より醤油が深くなって食べやすくなるというニラかな。いやー、発見ニラ。ママ、これだけで今日終わらないニラよ。締めはもちろん雑炊でって書いてあるニラよ。じゃあ雑炊完成。おー、うまそうニラよ。うん、いいニラ。
ただくニラ。うわうまニラ、まろやかニラよ。ふんわり卵が優しいニラ。通前のニラさんをこのぐらいいっちゃいましょうか。いただくニラ。うまうまうまニラ町。優しくなった雑炊に一噛み一噛み味わい深い醤油の濃いニラが加わると深みと旨味が増すニラ。これは絶対の味変ニラ。いただきますニラ。辛みがさっきまで苦手だったニラからちょうどいいニラじゃない？あ、美味しいニラ。ね。うんうん。あ、これのまま全部食べちゃいそう。お、肉ニラ。この量に対してそれ、いや肉ニラな。あ、本当？これぐらい？茎の良さがね。あ、うん。美味しい。あ、どっちもいいね。ペロリニラ。うん。おー、ペロリニラ。いやー、最高ニラ。ごちそうさまニラ。ごちそうさまニラでした。さあ、このチャンネルではニラ醤油の簡単で美味しい食べ方を紹介していくニラ。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、さようニラ。勉強好きな人頑張ってください。さあ、キッペ頑張って。ニラ吉くん、おはようございます。おはようございますじゃねえわ。え、合ってるんだよ。最近キッペはね、ツッコミがね、得意なのに。いや、キッペこれ、ツッコミしてないよ。おはようございます合ってるんだよ、キッペ。今、何時ですか？うん。朝の8です。8時です。うん。すごい。キッペ、朝の8時何する時間？パパ毎朝行ってるよ。8時になったらどうするんだっけ？あ、保育園。そうそう、正解。すごいニラ。もう時間が分かるニラな。お、もう時間。おー、そう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 だね。おー、いいねいいね。いいよ、いいよ、持ち方も。今、何時ですか？朝の10時です。時間の問題が多いニラな。ママは、うん、じゃ、じゃパパはヒーローだ。今何じゃ、何ですか？マイペース。ちょっと。お昼の10時。ママがプリンセスで、パパがキングオージャの話もっと聞きたいんだよ。ママはプリンセスで、パパは王様。ありがとう。ありがとうニラ。いいね、マイペース。アニ君はご飯を食べて。食べました。ごちそうさまでした。もう偉いね。全部読めるね、稲吉くんは。おい、キッペと同じお腹ブンブン。あと一個。おー、頑張れ。今何時ですか？夜の8時。8時です。保育園行きなさい。それは朝の8時でしょ、保育園行くのは。マニ君は布団に入って入ります。わ、新しいのできた。おやすみなさい。終わった。すごい、すごいニラ。キペ、今何時ですか？6時にだよ。あ、もうご褒美のお菓子に手が伸びたにだ。クッキーに手が伸びたにだ。ちょっとこれこれちょっと馬にだって書いて分かるかな。馬にだ、馬にだって書いてるの分かる。最初か。馬にだクッキー食べて。馬にだっちょ。あ、出た。馬にだっちょ。